こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、2022年の秋のトレンドアイテムベスト5ということでお届けをしてみたいと思っています。もうそろそろですね、夏の終わりで秋服を買いたいという方もいらっしゃると思うんですね。まあ、ベーシックな着こなしが好きな方もいれば、中にはですね、程よくトレンドを取り込みたいという方もいらっしゃるかなと思うんですね。ですので今回は今年の2022年秋にはどのようなトレンドアイテムがあるのか かとといいうところでですね、まあ、大山目線でお伝えをしていきたいいなと思っていますただトレンドといっても結構幅が広くて本当にこうコレクションブランドでやってるような最先端のトレンドもあればもっとですねリアルなトレンドというものもありまして最近お店で見ることが多くなってきたなこの数年じわりじわりと旬になってきたなというようなそういったこう実感できるようなトレンドというところこれは全くの別物なんですね、まあ、コレクションブランドのトレンドというのはかなり尖っていましてそれ これがですね、僕たち一般人のところまで下がってくるには結構なタイムラグがあったりするんですね。一方で、現状ですね、ユニクロ GU、それからセレクトショップですとか、まあそういったところで買えるような旬なアイテムというのは割と取り入れやすいものが多いかなと思うので、今回はこちらにフォーカスを当てながらですね、皆さんにこれだったらトライできそうだよというものをですね、5つに絞ってお伝えしますので、ぜひですね、これからのお買い物の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、 今日もですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからはですね具体的に秋のトレンドアイテムを皆さんにご紹介したいなと思っているんですがまず一つ目はですねシャツですねまあ、シャツというと定番的なものだしいろんなものがあるかなと思うんですがその中でもちょっと旬を感じるのはですね今僕が着ているような レギュラーカラーですとか、あとは画像のようなバンドカラーのシャツで、サイズイングとしては少しゆったりめのもの。そして色合いはですね、無地の白とかではなくて、例えば今僕が着てるような、 淡いブルー系ですとか、あとはストライプ系だとか、まあこういった少しですね、カジュアル使いしやすいような、ゆったりめのシュルエットのシャツというところ、ここがですね、トレンドアイテムとして、今年の秋はですね、取り入れていただきたいものかなと思っています。これはもう数年前からじわりじわりと来ているんですが、最近はですね、結構素材をこだわって、イギリスのトーマス・メイソンの生地を使った、セレクトショップのオリジナルのシャツなんかはたくさん出てるんですね。ユナイテッドアローズだとか、 アーバンリサーチャーとかエディフィスだとかこの辺りのセレクトショップもやっていますしあとはドメスティックブランドなんかでもこのような無地のシャツというところは結構テーマとして掲げられていましてグラフペーパーだとかあとはオーラリーだとかこの辺りもですね無地のこういったシャツ結構リリースされてるんですね僕もですね昨年ぐらいからこういったシャツを買い集めていまして今もですねこういったブルー系のシャツを着てるわけなんですが大人の男性にはめちゃくちゃ使いやすいんですねシャツが持つ小綺麗なイメージをですねあえて少し ゆったりめに着ることでカジュアルに落とし込むというのは僕ら大人世代とも相性がいいので10代20代の若い世代にも合うんですが僕らのような30代40代以降の世代でも結構着やすいのでぜひトライをしていただきたいなと思っていますちなみにユニクロのシャツとかは基本的にはそこまでオーバーサイズに振っていないので気持ちですねもう少し大きめに着た方がいいかなと思うのでユニクロよりは GU の方がこのような少しゆったりめのシャツ買いやすいかなと思いますしそれ以外だとやはりセレクトショップの オリジナルですねこの辺りが圧倒的に強いかなと思うので、個人的にはストライプかブルーかどちらかを買っていただくとすごく今年っぽくなるかなと思います。着方としては今の僕のようにですね、下に T シャツを着て、第1ボタンと第2ボタンを開けて,て、下の T シャツを覗かせるようなレイヤードスタイルというのがちょっと旬になってるんですね。または第1ボタンまでしっかりと締めて着るというのも結構小綺れに見えるのでおすすめの着方かなと思います。この秋はですね、シャツをうまく使いながら秋のトレンドをですね、 皆さんも存分に楽しんでいただければなと思います。あともう一つ補足すると、このような無地のブルーだとかストライプのシャツも流行っている一方で、チェック柄ですね。 これまたですね、結構今年は多くなってるかなと思います。こちらの画像を見ていただきたいんですが、これは先日グリーンレベルさんの店舗に行った時に僕が見つけたものなんですけども、ネイビーのベースに対してブラウンのチェックが入ってますよね。このようなチェック側の中でも、割とシックに見えるもの、大人っぽく着れるようなものも増えてきてますので、まあ、ちょっと従来はあまりチェックシャツっておしゃれなイメージってないかなと思うんですが、あえてこういったものを取り込むことで、いつもとは違った着こなしも実現できるので、チェックシャツも頭の片隅に置きない ら無地のブルーかストライプもしくはチェック柄この2つの中で皆さんのですね気になるものをピックアップしていただければなと思っていますはい続いて2つ目のですね秋のトレンドアイテムなんですがアウターから選出したいんですけども竹の短めのアウターですねこれが今年の秋はですねかなりバリエーションが増えてきてましてその中でも代表的なものとして挙げたいのがジージャンですね 先日ユニクロの G ジャン結構良かったよという話をしたかなと思うんですがあのようにですねカジュアルな丈の短いアウターというのがかなり増えていまして G ジャンもしくはですね UTT ジャケットのようなミリタリーっぽいアイテムもしくはワークっぽいアイテムですねカバーオールなんかも含めてそのあたりのですねお尻が隠れるか隠れないかギリギリのですね長さのものが結構ですねこの秋増えてるのかなと思っています僕自身もですね丈の長いアウター大好きなんですよトレンチ コココーーーーーートトででですすすすととかかステンカラーコートですとかオーバーサイズのコートはすごく好きなんですがやはりですね、まだ秋だと暑いですし、どうしても動きやすさというところを考えると、短い丈の方がまあ楽で着やすいんですよね。まあ、そういった点、このトレンドというのは僕自身はすごくありがたいかなとは思ってるんですが、その中でも久々にですね、僕が購入したのが G ージャンなんですね。今年はですね、2着購入しました。先日はユニクロのものをご紹介しましたが、まあ、最近購入したものも一つご紹介したいなと思うんですが、こちらです。 ですね また今度しっかりとお伝えしたいなと思うんですが、ジーニックというブランドのですね、デニムジャケットを最近購入しました。まあ、最近というか昨日買ったばかりなんですが、これはですね、前々から気になっていたんですが、まあ、じいちゃんだけでいろいろと試着をしたんですけども、その中でもまあリーバイスのセカンドをですね、一つのベースとしたデザインになってまして、胸のポケットが左右対称に入っていると。で、ユニクロのデニムジャケットに関しては、ファーストをですね、アレンジしたような形で、左ポケットが一つついているだけなんですが、 こちらは2つ左右対称についているような形になります。ポケットの位置もちょっと低めなんですね。で、色に関してはこれはですね、通常のインディゴブルーではなくて、え、あえてのブラックを今回は購入しました。 ま、このようなですね、G ジャンの中でも結構いろんなバリエーションが出ていまして、例えばオーソドックスな本当にこうジャストサイズで着れるような G ジャンもあれば、まあ、最初から今のトレンドを踏まえたようなワイドシルエットになっているものもあったりするんですね。僕が買ったこちらに関しては結構ジャストサイズで着れるものなんですが、まあ、あえて僕はワンサイズ上げました。また今度ですね、着た状態もお見せしたいなと思うんですが、まあ、あんまりですね、ジャストに着るよりはほんの少しだけゆとりを持たせた方が僕はですね、 着回しが効くかなということでで、まあ、サイズを調整したわけなんですがこのようなデニムジャケットですね。結構いろんなモデルが出てきてますので、ベーシックなものが好きな方でも、トレンド的なものが好きな方でも、まあ、両方の方に刺さるようなものになってるかなと思います。個人的にはややゆったりでもいいかなと思うんですが、40代以上の世代であれば、もう久々にですね、ジャストサイズの G ジャンというものを楽しんでみるのもいいんじゃないのかなと思っています。なんか僕ら世代からすると、ちょっと懐かしい感じはしますよね。かつては ですね。古着ブームみたいな頃があって、僕は中学校23年生ぐらいだったと思うんですね。まそれぐらいの時期にすごく流行ったんですね。まその頃僕もジージャン色々と買いましたが、それ以来ですね。本格的なジージャンってあんまり買ってなかったんですけどもこれ？ まあかなり新鮮な雰囲気で着れるかなと思います。まあ上下セットアップでデニムで合わせるというような着方、当時はしてましたが、今はそういう感じではなくて、ブラックのイージーパンツだとか、ちょっと綺麗めなものと合わせながら、大人っぽく着たいなと思ってるんですが、まあこういったトレンドアイテムも合わせ方次第で僕ら大人世代にもカチッとハマりますので、まずはですね、ユニクロからでもいいと思います。試着をしながら久々の感覚を味わって、まあ、もしですね、トライできそうであれば、買ってみて、いろいろと着回しを楽しんで るるとととと秋のトレンド感というところも存分に楽しめるかなと思うのでぜひですね、このような G ジャンですとか、ユーティリティジャケットのような、もう少し G ジャンよりは丈が長いんですが、ワークテイスト、ミニタリーテストのジャケットというところは、一着あると便利かなと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらちょっと抽象的になるんですが、カラーをテーマにしてお伝えしたいなと思ってるんですが、アースカラーのアイテムですね。ちょっと代表的なところを持ってきたんですが、まあ、このようなブラウン系のシャツとかですね、あとは先ほどもお伝えしたような、こちら。 オリーブですとか、カーキ色の UTT ジャケット。ちょっとミリタリーっぽい雰囲気のするような色合いですね。このようなアースカラーが今シーズンもやはり店頭には多くなってきてるかなと思います。まあどちらに関してもアースカラーって毎年ですね、トレンドと言われているような感じもするんですが、このあたりは継続して今年1個は持っておきたいアイテムかなと思います。オリーブに関しては結構皆さんも持ってるんじゃないのかなと思いますね。僕は動画の中でも結構オリーブはお伝えすることが多いので、 まあ、トライをした方も多いかなと思うんですが、まあ、その次にですね、ぜひ皆さんに取り入れていただきたいのは、こういったブラウン系のカラーですね。これも昨日購入してきたものなんですけども、手、えー、ラなどで購入した、まあ、ちょっと厚手のシャツになりますが、このようなブラウン系のカラーですね。 結構やぼったく見えがちなイメージもあるんですが最近は少しですねオレンジがかったようなブラウンで着ると華やかさもですね漂うようなものが増えてきているのでこういったものを取り入れるとかなり今っぽくトレンド感というところが感じやすいかなと思います、まあ、特にですねボトムスで取り入れるのであればオリーブなんかは使いやすいかなと思うんですがブラウン系はボトムスというよりはシャツなんかで取り入れるのが一番いいと思いますしあとはニットなんかでもブラウン系があったりするのでトップスで少しそういった綺麗な アキラシールを取り入れてボトムスはブラックだとかダークグレーのようなもので引き締めると結構バランスが取りやすいのでぜひ皆さんですねオリーブからスタートして今年はブラウンなんかに移行していただけるとかなりトレンド感が漂う着こなしも楽しめるんじゃないかなと思っていますまあ、このあたりはユニクロも強いです特にオリーブはですねユニクロでよくやるのでここから入ってもらうのもいいと思うんですがブラウンのイメージってそんなにユニクロにはなくてこのあたりは GU なんかで試してみた方が僕 この辺りはトレンド感しっかりと抑えているものが多いので、ブラウン系のバリエーションも比較的多いです。ぜひ皆さんもですね、いつものブラック、ネイビー、ホワイト、その辺りもいいんですけども、その中に1点だけでもトレンドカラーが入るだけで、だいぶ印象が変わるかなと思うので、ぜひこのようなですね、ブラウン系のアイテムが特に今季はおすすめなので、トライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて4点目なんですが、ボトムスですね。まあ、今年もいろんなトレンドアイテムがある中で、ボトムスで非常に増えているのは、ワイドテーパード系のボトムスですね。まあ、ワイドパンツというもの自体は数年前からトレンドアイテムとして、 徐々に認知されてきてるかなと思うんですね。その中で僕ら大人世代は結構ワイドパンツってさすがに取り入れづらいよなというイメージが強かったと思うんですね。というのも僕ら世代はもう細身のボトムスに目が慣れきっているのでかなりやぼったく見えたりしたと思うんですがだんだんそういった感覚も自分の周りにもワイドっぽいパンツを履いている方も増えてきて徐々に見慣れてきたところでワイドパンツも行き過ぎたワイドではなくてワイドテーパードのようなもも周りの方には リがあるるんだけどもも膝下はりとととしてるというものこういったものが出てきたことで、割と僕ら世代にも使いやすくなってきたかなと思います。まあユニクロで言うと、これまではスマートアンクルパンツのような適度なもも周りのゆとりからテーパードが効いてるような、そういったボトムスがですね、結構人気だったのが、まあ、タックテーパードパンツのようなワイドフィットで、だけど膝下から細くなってくるというものが、まあ、徐々にですね、トレンド感があって、そちらに移行している方もですね、増えてきてるのかなと思っています。まあユニ 中でもタックテーパードパンツデニムなんかもワイドっぽいものが増えてきたりしているのでワイドの中でも行き過ぎないものというのは今季トレンドアイテムとしてトライをしてみるのはいいかなと思いますまあ、セレクトショップなんかに行くともう顕著ですねかなりワイド系のテーパードパンツは増えてるのでトレンドアイテムとして認識をしていいと思いますしまぜ、あ、ひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思っていますそしてもう一つ欠かせないアイテムとしてフレアパンツもあるんですねこれはですねほんとこの数年ですねじわりじわり とトレンド性が高ままってきてましてきし今年はでですねユニクロでもこういっったたフレレアパンンツを始めたのでいいいいよいよです、ね、トレンド筆頭にななててきてるかなと思いますいわゆるテーパード型っていうのは膝下から細くなっていくんですがむしろフレアパンツは膝下からだんだんこうゆとりを出していくというようなシルエットになってまして真逆のアプローチですよね何でもそうなんですが一つのジャンルが流行ったらその真逆に行くような流れが生まれるわけですねタイトシルエットのスキニーパンツが流行ったらそれ これの反動でワイドパンツが出てきたようにテーパードシルエットが流行ったらその逆を行くようなこのようなちょっとフレアになっていくようなものも増えてくるというのが、まあ、時代の流れなのかなと思います僕らのイメージの中ではフレアパンツで言うと結構ベルボトムみたいなイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、最近のフレアパンツはそういった思い切ったフレアのものもありますが割と適度なフレア感のものも増えてきているのでそういったものであれば大人の男性にもトライしやすいかなと思いますデニム素材のものもあ ブララッックク系ののののスラックス調のもものもで、まあ、少ししだけフレアになななってているかなみたいなものもありまして僕もですね、昨年セットアップを買ったんですね。確か、ユナイテッド東京とウォモがですね、コラボレーションして作ったセットアップだと思うんですが、そのボトムスがフレアになってたんですね。最初はちょっと見慣れなかったんですよ。随分ですね、テーパード型のパンツに見慣れていたので、その逆ですね、フレアになってる感じが見慣れなかったんですが、徐々にですね、そういったものも履いてると、やっぱり目が慣れてくるんですね。そうなると フレア系のパンツも結構足長効果があって、あとはですね、靴との合わせもしやすいんですね。 裾が広がっているので、割とボリューミーな癖もしっかりと裾が収まるので、そういった点でも使い勝手が良かったりするので、まあ、徐々にですね、こういったフレアパンツというものもトレンドアイテムとして取り入れていくのもいいかなと思います。僕は動画の中ではまだですね、しっかりとお伝えはしきれてないので、ユニクロのデニムも含めてフレアパンツは今後ですね、皆さんにも解説したいなと思ってますので、ぜひトレンドアイテムの一つとしてチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて5点目は靴なんですが、今年ですね、いろんなショップを回っていても、見る機会が増えたのが、往年の名作である、クラークスのワラビーなんですね。まあ、僕もですね、学生時代これまた履いていたものなので、 かなり懐かしく感じるんですが、このような名作中の名作で、なおかつですね、デザイン的にはあまりシャープでシュッとした感じではなくて、丸みを帯びていて、どこかですね、クラシックで、なんか王道ではないですね。なんかダサかっこよさがあるようなアイテムというのが、再び脚光を浴びてきているのかなと思っています。このあたりはニューバランスが流行している文脈とちょっと近しい部分があるのかなと思います。今はどちらかというと色気のあるようなものよりは、 ちょっと定番的でクラシックでなおかつちょっとダサかっこよさがあるようなものが旬な時期なのかなと思ってますそういったところはサイズ感にもよく表れてるかなと思うんですがタイトなシルエットの小切れすぎる感じよりは少しゆとりがあってあまり決め込みすぎないものというのが時代の雰囲気には合ってるのかなと思っていますその中でクラークスのワラビーというものが定番的ではあるんだけども割とですね今のゆったりめのシルエットとの相性が良くて数年前からじわりじわりとですね履いてる 方が増えてきてるかなと思っています。特にファッション感度の高い方にですねクラックスのワラビーは愛用されていまして雑誌なんかを見ていてもですね着用している方はですねこの数年増えているかなと思っています。まあ、僕らがですね以前履いていたようなベージュですとかそのあたりのクラークスのワラビーもすごくいいかなと思うんですが個人的にはブラックの ゴアテックス素材を使っていてソールに関してはビブラムですねこれを使ってる最新のクラークスのワラビーが割と取り入れやすいのかなと思っていますまあ本来であれば少しほっこりとした雰囲気が漂うワラビーなんですがその中で色がシャープなブラックでなおかつ素材はゴアテックスを使っているので雨にも強いというところで使い勝手が抜群に良くなっているというところそしてソールに関しては少し厚みのあるビブラムを使うことで適度な男っぽさなんかも表現されているのでこのモデルがですねかな かなりお勧めかなと思っています ちょっと値段が安くはないというところがネックなんですね。3万円ぐらいしてしまうんですが、久々に革靴を履くのであれば、ゴリゴリに硬い雰囲気の靴よりは、少しカジュアル感があるような、このようなクラークスのワラビーというところが、すごく今のファッションとの親和性が高いと思うんですね。例えば今僕が着ているような、ブルーの無地シャツとかにも、すごく相性がいいと思いますし、タンタケ系のアウターとも相性がいいですね。ブラックのワイドテーパードパンツと、ブラックのワラビーなんか合わせながら、 ボトムスと靴をつなげながらブラックでまとめるという形もすごく旬で使いやすいかなと思うので久々に革靴を履きたいなという方はクラークスのワラビーはぜひチェックをしていただきたいなと思っていますこの流れはですね今年じわりじわりと高まってきてますが来年以降もですね引き続き継続してくるかなと思うので今年だけのトレンドというよりは今年から数年単位で使えるものとしてぜひ皆さんも頭の片隅に置きながら今年でもいいですし来年以降でもいいのでトライをしていただければなと思います 思っています。 はい。ということで、今回の動画では、2022年の秋に使えるトレンドアイテム5000ということで、まあ、なんだかんだで5000と言いつつですね、結構6個、7個ぐらいいってるかなと思うんですが、まあ、このあたりをですね、押さえてもらえると、いつものスタイルに程よくトレンドを混ぜ込むことができるかなと思います。もう、最先端のトレンドというよりは、少しですね、おしゃれ上級者の方が使い慣れてきて、その下のですね、中級者よりちょい上の方々が取り入れ始めたタイミングのアイテムが多かったかなと思うので、 でぜひですね僕の動画を見ていただいている方にも1点だけでもいいので着こなしの中に取り入れていただけるとだいぶ新鮮な雰囲気で着こなしが楽しめるかなと思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですがもう少し中級者向けの アイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。 そちらではですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をサクッとまとめてお届けしてますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのお山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。